残り9試合、緊張感のある時間が始まっています。2021明治安田生命 J1 リーグ第30節、ガンバ大阪対柏レイソルの一戦です。まずホームガンバのスタートと予想フォーメーションです。今日は2センターバックと予想しました。ゴールキーパー東口、最終ライン柳沢、菅沼、キム・ヨンゴン、藤原、中盤の底奥野とチュセジョン、右に倉田、左ウェリントン・シウバ、トップ下宇佐美、ワントップパトリックと予想しています。一方柏レイソルのスタートと予想フォーメーションです。今日は中盤のフィルター役のヒシャルジソンが出場停止、センターバック上島は前節脳震盪のためにメンバーから外れています。ゴールキーパーキムスンギュ、最終ライン3センターバックとは予想しました。エブルソン・サントス、大南、小賀、中盤の底マテウス・サビオとシーハシ、右に北爪、左に三つ丸、ワントップ細谷に2シャドウ、瀬川とクリスティアーノです。低い弾道そのまま狙っていった、大事な大事な6ポイントマッチ、青黒の四方が先制ゴールを奪いました。これまあどういう球種で蹴ってくるかちょっと注目してたんですけど、はい、まあ、低めのねこの触るか触らないかぐらいのこのキム・スンギュ選手が判断をね難しくさせるような球種でしたよね。でまあワンバンさせたことによってちょっとスリッピーな部分もあるので、まあ、判断をねこのギリギリの触るかどうかだったんで、はい、キム・スンギュ選手の判断をちょっとね一瞬遅らせて、柳沢、柏の U12 点は試合に絡むことができなかったと話していましたが、細谷奪い取って前を向いてシュートまで行くかどうか、シュートだ、東口キャッチ、いや細谷も思い切って打ちますね。そうですね、まあレイサルとしては前半高い位置からこのプレスをかけて高い位置で奪ってのこの最後のフィニッシュまでというところで、まあ、細谷選手ね最後まで、ね、あのシュートまで行けたということは良かったですね。北爪、クリスティアーノ、クロスもいい選手です。浮かせました、北爪、ワンタッチクロス、シュート、東口、ファーサイドヘッドだ、ガンバ2対0、ゾーンディフェンスの間に2枚入ってて、はい、うまく菅沼選手の走り込むスペースを空けたんですよね。でそれによって菅沼選手が走り込んでこうヘディングシュートできた、まあ、もちろんあのヘディングの、ね、ミートも素晴らしいものがあったんですが、はい、まあ、駆け引きの段階で素晴らしいものがありましたよね。なるほど、サポーターから大きな拍手、エブソン・サントス、三つ丸、大南、うん、振り返るざまシュート、うん、最後細谷か、ポストに当たりました。まあ、あの難しい体勢ではあったものの、はい、グリーンになったので、まあ、ここはね、フォワードとしては決めたいところではありますよね。あ、なるほど、はい、エビルソン・サントス、まだパトリックが倒れ込んでいます。マテウス・サビオ、スルーパス通っていった、ワンタッチクロス、ヘッドだ、クリスティアーノのヘッド、まあ、レイソルとしてはチャンスでしたね、はい、まあ、でも少し入りすぎてしまいましたかね、三つ丸、中に豊島も入っています。中央武藤、マテウス・サビオ、リフレクションもありました。ここは思い切って打ってきましたね。そうですね、パトリック返しますが、シーハシ、ロングフィード、クリスティアーノターゲット、収めます。よく返して武藤からクリスティアーノ、縦に速い攻撃を出そうとしているクリスティアーノ、クリスティアーノ、グランダのボールシュートだ、神谷、
いや今得意のカウンター、そうですね、まずはここのクリスティアーノ選手のキープからパスアンドゴーでスペースに抜け出してここの1対1を制しましたよね。でかわして、まあ、神谷選手が中でしっかりと走り込んで合わせるっていう、まあ、ここの1対1かわしきったのが大きかったですね。はい、豊島がハーフスペースを攻略しようというところ、三つ丸スピードがあります。えぐってクロスクリア、セカンドボールは大南、シュートだ。こういうボールが一番ディフェンダーとして反応しづらいですからね。ああ、そうなんですね。はい、クリスティアーノ手を挙げている。パトリック、カットして塚本、ここでホイッスルです。死闘を制したのはガンバ大阪。リーグ戦でのホームの勝利は7月27日大分戦以来2ヶ月ぶり。勝ち点3を奪いました。柏レイソル最後の最後まで攻めましたがあと一歩及びませんでした。